はい、どうも、こんにちは。もう、よだれジボジボで、フッする風俗嬢、シンプルに汚い。よろしくお願いします。おじさんやって、おじさん。で、ねえ、いくぞ。いませんたまに。いや、そっちの方が気持ちいいですよ。すいません、先生。ホテルのベッドがさ、はい、もうすごくなげんか。確かに。で、ベッド2個あったらいいで。はい、寝るときこっちに寝るから。はい、本番用に見てないです、ちょっと。ジボジボですよ、よだれがすごいから。大丈夫ですよ、これ多分、ネクストの視聴者見てます。一回つけん。いや、一回つけんとか来てるから、俺。小田家さんとだって視聴者さんとかな。よろしくお願いします。お願いします。時期です言うと、はい、11月の、まあ、某日なんですけど、動画が多分、年末か年始に出てると思うんですね、これ。ちょっとお疲れ様でした。無人島3日間。ありがとうございました。無人島3日間ガチで行って、はい、動画の編集がどういう風に上がってるかわかんないんで、話せること話せないことあるんですけど、ガチであれ大変でしたね。はい、ほんまに。まあ大変でしたね、ほんまに。うん、まあ僕らは裏方やったんで。裏方は裏方で、裏方の方が大変なパターンないの、まあそう、回したり、マイクとか、照明がまあ大変でしたけど。ちょうどここがチームの補助分かれてて、これが E さんで、エクセルはヒカルさんのチーム。そうです。いたということで、3日間ガチで、俺ちょっとほんまに冒頭にごめんなさい、汚いんだけど、はい、久しぶりにノーたわ。いや、正直ね、僕ほんま最終日は乗り切ってたんですよ。で最終日僕一緒にラワさんがその小田家さんさばけとかやってる時に僕離脱したんですよ、うんうんうん、というのをですねすごい腹痛に襲われまして、はい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 、ほんで僕2回しました。結局一緒やん。そうです。3時間の2回しました。俺1回で2回トイレ来たんだ。いやもう1人で我慢しました。どうしてもだからお前こうやって歩きなかったでしょ。旅館まで最後にな。ごめんなさい、ここちょっと話になっちゃうんですけど、はい、まあ、PE 入ってると思うんですけど、はい、夜僕やってきまして、また昼間やったんですけど、はい、昼間は全然いいものでしたけどね。まあまあそう、割とね、はい、僕も思ったより気持ちよかった。そう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 。ということで、まあ、そういうのありまして、はい、ほんまに今回ガチで、もちろんヒカルさんのチャンネルですけどやらせるのは当然ないんですけど、今回ちょっとその裏側っていうことで、動画が多分何本にも渡って上がるんで、はい、もう余すことなく伝わってると思うんですけど、はい、裏側のそこにはないようなことをちょっと喋っていこうかなと思って。で、まずね、あれね、すごいのが構成っていうか、はい、作り込まれてるタツヤコインとかもそうやし、本当にちょっとしたゲームみたいな。足のペン取って、俺ペンで炎上してるから。いや、あの構成すごない。ほんますごい。あれ YouTube あんまないでしょ。あの金もかかってるし、もう言わずもうがな。何百万かかってるね。いや、何百万っすね。で、クイズノックさんも作ってくれたやつも、いくらかは動画で言ってないけど、俺は聞いたけど、はい、なかなかの金額かかってるし、最初が見ていただいた通りなんですけど、もちろん僕とヒカルさんチームで分かりまして、はい、で、その後に、まあ、普通の方で言うと、まあ、ヒカルさんをですね、こっちに引き抜いて、ゲーム上ですね。はい、で、最初にはもう裏切って、というところで、まあ、どっちが勝つのうんぬんってやってんけど、ガチでめちゃくちゃ想像以上に頑張らんと、勝たれへんかったっていうのを最後に言ったから。すごいよ、あれは。どこででもあれ、俺らが勝ったんだな。俺、ほんまにちょっと不思議やねん。最後まで面白い方がいいから、俺らもどのぐらい金額とか自分たちあんまり把握してへんから、向こうもそうじゃない。多分、それぞれお金持ってたりとか。で、いろんなルールのカードがあるから、どういうカードがまだあるかもわからん、こういうカードがあるんじゃないかって、ヒカルさんなんか特に想像のもと、お金分散した方がいいとか。強奪があるんじゃないかとか、はい、一番最初の初日たまたまロケマスさんから金庫っていうのがあったから、そう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 、うん、強奪カードがあって取られても金庫に入ってる分だけは大丈夫ってルールなんじゃないかって初日だしロケマスさんが言ってて、そう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 、確かに確かに当時の4000円で1万円しかないから高かったから、高かったですね。でそれを買ってっていうのをやって、あの判断俺は良かったな。そう、でもね、ロケマスさんとかマジガチガチガチよ、やっぱりもうほんまに。もちろんね、私ルール知ってる方はそれで賞金レースということで、うん、今回なんかも100万円動いてますから、3人だったら33万円約ですけどね、はい、僕とかヒカルさんはまあまあ言ってもあれですけど、その以外の人たちはそれにお金もらってるんですけど、やっぱ10万20万でかい、あれガチで年間通して100万200万が組み込まれるわけですから、物理的にずっと3日回すとか無理じゃないですか。無理、バッテリーとかメモリーに関してもそうですよね、うん、でもカメラ止めるじゃないですか、うん、止めた後みんなガチガチでカメラ回ってる感じで話しますよね。そうやね、うん、俺前のイーさんもなかったから、ネクストの撮影の時の何カロリー食えるやつ、ああ、はいはいはい、あの時結構しんどかったんけど、はい、相手がどのぐらいやってるかってまず基準を立てないと、ほんまに甘かったもんでもヒカルさんに来た時の瞬間、こっちの準備入った時の瞬間、はい、俺めっちゃ努力してる思ってたあの時、はいはいはい、ちょっと思ってんのかと思ってましたね。だって僕らめっちゃ歩きました悪いじゃん、ほんまに、はいはいはい、あれがそんな大したことない、大したことないことないけど、そんなにやったな。無人島って次の日休めたじゃないですか、うん、マジで足筋肉痛でしたもん当日から。痛かったの、
そう、こことかじゃなくて、うん、あの爪がめっちゃ痛いのよ、あのブーツ用紙が入れてた靴ずれ、靴ずれはなかったんですけど、うん、ブーツやからやっぱ怪我せへん、保護用の前肩なってるじゃないですか、うん、ということはこの足がその爪が当たってすごい痛いんですよ。でもお前あれで、あの靴の中の、あの最初に入ってる綿取ってへんかったね。そうだった、靴に絶対ね。マジ絶対ない、髪のやつ。そんなにするけど、俺はちょっと嘘が、ね、なかったってもシャレなんですけど、そうで、まあラファエル分かりやすいこの格好やらせていただいたんですけど、あれはほんまにエグかったわ。足とかじゃない、ここ爪とか筋肉痛になって、やっぱ視界悪いわ、ほんまに。これ顔隠してるじゃないですか。それ大変やんな、俺も思ったわ。俺はだからええやん。そう、ラファさんそれ正解ですよ、うん、自分で大変やんな。マジで視界悪い。ちょっと今後なんか考えた方がいいんじゃないかと思っちゃったわ。マジこれとこれでもうマジで、ね、獣道よ。一応現地の安全用にスタッフの方、島の方というか、そう来てくれたんですけど、事故は映せないですから、うん、っていうぐらいガチガチで、でも俺今回のヒカルさんとのそのネクストステージの撮影の仕方、あり方で、まあ、一生懸命楽しむと、はい、楽しいと、はい、やるんだけど、勝負事ってなった時に、ここまでやったら絶対大丈夫やと、その営業の時の、もうこんだけやって無理やったらもう全然気持ちよく諦めますってなった時、うん、っていうぐらいのあの精神でやらんと、向こう本気でやってもんな。そう、うん、まあ、ガチガチ。あれ俺ほんまに聞いたわ、びっくりした。でも僕はあのロケマサさんとがっつり喋ったことあるんですよ、今まで。で同じチームになって、はい、めちゃくちゃいい人。で、もう熱くなってて、もちろん相馬さんとなんかバドったりとかもあるんですけど、同じネタもあったんですけど、うんうんうん、ほんまに本気なのに、僕と笹木さんって裏方やから、うん、一応使ってよかったです、飲み物とか、うん、これは撮影やから、うん、それは飲んでええねんけど、うん、僕らのために金で買えるじゃないですか、うんうん、使って笹木さんと兄さんに持って行って、うんうん、そのラーメンとか食べるにもかかるんですよ。そう、あれでお客さん綺麗なと思う。もう勝負してるんだ。ほんまにでも、そんだけガチガチ熱いのに、うん、俺らまで気使ってくれて、うん、ほんまにいい人。そっちのチーム逆に俺知らんねんけど、そっちの主力やっぱどうやったの？正直、うん、もう1日目、うん、魚釣れすぎて、やばい、これもうパワーバランス崩れるぞみたいな、ボロ勝ちしちゃうねみたいな。そうだね。で、裸で1日目でいくらぐらいあったの？釣りだけで9万とか。あ、それはでかい。で僕らも最終に行ってたじゃないですか、いろいろ。まあ、サファイアやらダイヤやら謎解き、だから実はそこまで換気もしないし、そんななかったっすよ。ただ意外と俺ら金使ってへんのよ、1日1本しか水飲んでへんから、はい、意外とないの。ラファさんが空港でめっちゃ、もうそのままさんと話した時、僕マジで3日マジで何も食わなくていいけどみたいな、これ言ってて、ほんまに裏の話していい。そう、ほんまに裏の話に公開しますんで、相馬さんもほらすごいっすねみたいな、さすがもう自衛隊がないから、ラファさん言うやん、ラファ、はい、さん大体何かあったら自衛隊出してくれ、大体北海道の話1ヶ月山の中にいますから、ラフショーやしてくれ、全然で、ノッしたくなったらそれをエネルギーに変えれるっていう、謎の理論したいと出るの。一番最初になんか買ってた。みんな全然腹減ってんのに。これほんま言い訳みたいなこと言っていい？まあ、最終僕チームは一応勝ちましたと。もちろんヒカルさんが来て、いろいろあったからってもあんねんけど、ほんまの勝ち方これ言う話だけど、ほんまに食わんでいいんやけど、初日で、トーマスさんもトイレともプロやからプロやから気にするやんか。ほんまのただの勝負やったら、もう無言でいいわけやし、おもんなくなるから、それはそれであかんやん。それはね、そこはね。そう。で、ヒカルさんのパフォーマンスは遠回しに俺に対するアピールのしたんやけど、初日で確かバーベキューしようとかなんとかって、そんな無駄なことせん方がいいねんけど、はい、まあ、楽しむっていう意味でもあり、取れ高っていう意味でもあるから、それが楽しんでるとこ見せるんが取れ高なわけだから。なるほどね。でそれ言って俺、まあじゃあ普通に勝った方がええのかなってなって、まあそれはまあ分かるんですけど、僕も1位あるな思ってる、うん、で2日目はさ、ラムさん1人で、うん、おにぎりでめっちゃ買ってきてる。ロケマサさんガチで来てた。どれだかやってん。で最初に会ってゲームでおにぎり何個を安く買える時やったんよ。そのラムさん全く買わんかったのに、1個3500円の時にめっちゃ買ってきて、ロケマサさんがマジでちょっとびっくりしてた。俺3日でロケマサさん苦い気があるな。マジでびっくりしてたよ。ほんまに買わずにいけるけど、それは思んないや。まあそれはね、確かに。しかもちょっと充実させた方が価値みたいなとこもありますしね。どこまでで、もやっぱめっちゃ言い訳だけど、まあ、買ったからこそ今この言い訳できるけど、これなんかはちょっと気にするかな、うん、まあね、まあ、水は我慢できへんけどな。いや、ちょっとどこが放送されてるかわからんけど、マジでラムさんが弁当食いたい、弁当食いたい、弁当はなんか途中が販売されて、みんなマジでそれはないみたいになってる。でもラムさんが弁当食いたいなって、なんかカメラに聞こえるか聞こえないかみたいな言ってんのよ。それリアルやん。どれだか気にしちゃう、こういうのをセールじゃないのよ。だからもうスイッチが、だからこれだけの方になってるから、ほら、いつもで食べていいんだって言うんだ。じゃあ食べたいなーとか言うやん。だから俺ほんまに言うけど、あれ映像そっち見てへんと思うけど、誰も動画にはなんねんけど、
おにぎり7個かなんか買ったら最終日、はいはいはい、なんか、ね、全部買って、はい、で飲み会の会場に行ってバーベキュー対決みたいな時に、はいはいはい、おにぎり足りへんかったの。俺に足らないですね。そう、あの7個ぐらい買ってんねん。あ、買った買った。足りへん。あれどうなったんですか。誰、ほんま俺が食ってんねん。あの場で。いや、そうなんだ。全然食ってんねん。それ俺だけやってん。俺だけ帰ってんのよ。そう、なんか忘れ物しましたよ。そうそう、忘れ物しましたで帰って。で、おにぎりガーッてもらっちゃった。それ取れたら気にしてない。やばい。その後、マジで言わない。マジで言わない。確かに、違う。それ映像で、あんねん。そこだけカメラ外のカメラで撮ってんの。あ、撮ってんやん。佐々木さん、誰かに言っても撮ってもらってんの。あ、じゃあ、そうなのと思います。一人帰ってたって言ってんけど、マジで言う、何も言えへん。何も言えへん。あれマジないやん、マジないやん。マジないやん、で終わってんの。水がないですよ。マジそれで終わってんの。もちろんそこでも俺は俺で1個もらいますよって食べたから、これ2個っていうのに。最初から。いや、テントの下り、マジで多分、ほんまにカメラが拾うか拾えへんかぐらいの声量やねん。ほんで、一人でカメラ回ってなんか影ってマジでマスク取って、こうやって食ってんの。で、そのラムさん食ってたら、なんか声とか入ってこへんやん。そしたらなんか、まあ、まあって、その間を埋めるためやから、大して多分うまくもないんだけど。ほんまに俺、みんな撮れたから、気にしてる。はいはい、そうなんですね。だから、両方意識してるから。マジでみんな見てなかったもんね。見てなかったから。結構でも活躍したと思うね。なんかで言うと初日で最終的な一番でかいコインの、金のコインですか、大箱のコインを取れるの確定してたから俺らは。あ、そうね。そうそうそう。夜やから行ったらあかんっていうだけで。それ言うとあそこで10万円か、結果としては。では最初に1日9万円か、それ以外で稼いでるから、結局初日って確定のコインで言ったらそんなに大差なかった。確かに。そうですね。そうやね。で、二日目で同じように稼いでんねん。うん、でも、あそこはあそこで10万円分カード買ったりしてるんですか。カードめっちゃ買ってます。15万円分くらい。カード何本やったの ?1 万円。で、結構な金使ってるな。回収使ってな。カードをすごい買ってるんですよ。買った分を差し引いても、回収結局何やったら飲めさかったんだけど、15万円ぐらい。で、光さん買った分も30万円差やったけど、後で見つかってないけど。見つかって。でも15万円差や。でも15万円かくってるよ。はい。でも30万差はあったよ、その。確かに。そんなに買い物してんやろか。俺らと同じように同等に買っていっても俺ら以上の買い物で30も買ってんの考えたらそもそも獲得したコインで買ってたんじゃないかと俺の中でも。ヒカルさんがこっち来たんじゃないですか、うん、しかもその時思った以上にヒカルさんがちょっと活躍しすぎたというか。なるほど、うん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 、そこでも結構増えたんですもんね。なんか石やら何やら打ったりして良、はいはい、くも悪くも釣りで最初にめっちゃ釣ったから、はい、レートが変わったの翌日だった。あ、そうですね、うん、だからもしかしたらほんま翌日に取った金庫も10万円じゃなかったかもしれないし。あ、そこね。そう。あ、はいはい、はい。レートがいろいろ変わるから。なかなかくないですね。そうそう。よくも悪くもそれはあったよな。はい、結構意外と金の差はあったよな。やし、まあ、強奪カード結局俺ら最後使われへんかったよ。意味なかったよ。みんなが持ってったもの。はいはいはい。なんで持ってたんですか？バレたの？どうですか？ロケマサさんのせいでバレたもんね、俺ら。最後、みそぎ出したろ。寺に。あ、みそぎ出したっすね。行くときに、みんな、はい、なんか結構時間空いてん。はいはいはい。荷物全部持っていったよ。寝袋とか、はい、あれは何？なんでバレたの？パクるって。あ、もうわかんないです。僕温めてきて休んでたんで。わかんわ。マジで3、4時間寝てましたね。でも、わかる。でも、はい、あの時ほんまになんか寒いし、昼と夜の温度差すごくて、はい、しかもマジで寝たんが3時間とかですよね。1日3時間の睡眠時間。睡眠時間。はい、すごい。別わけだ。しかもラボさんの方のテントが最終日良かったですね。うん、寒かったの初日めちゃめちゃ良かった。ああ、そうなんですか。いや、ほんまにあれやばい。マジで。最終日、あれ波で、風強くて、島の人が、ちょっと潮やばいっすねってなって。そうそうそう、階段下し作りすぎてな。もうこのぐらいまで来てんねん。そうそうそう。このぐらいまで。うん。やっぱ島とかってすごいよ、風が。すごいテントが揺れてて。うん。すごかったっすね。そう。ほんで、ほんまにラバさんのテントのもう際まで来て。はいはいはい。もちろん島の人は、これ絶対移動させた方がいいです。ギリ行けるかいけないですけど、移動させた方がいいですって言ったけど、もう俺らも疲れすぎてるから。まあ、そうやったら寝てるまま死ぬから。それ前だったよ。説得しに来てるじゃん。まあ、そのまま行きます。あれ、ほんまはカメラ前で、これ危ないからって言われてるけど、もう絶対大丈夫だから。何の根拠もない。元自衛隊って言ってるだけで別にサバイバル得意でもないやつが、何の根拠もないのに、絶対大丈夫だなって移動せんかったって。そう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 。やりゃしんどかった。いや、その強奪カードも、はい、あれ、ヒカルさんが見つけてるから。トラックあって、壊れてる車。あれの下ヒカルさんが潜り出して。そう、あっぱれ見えてますね。そう。で、パクろうと思ってんけど、はい、その、まあ、寝てたか知らん思うけど、はい、俺たまにロケマスさんが悪いと思うねん。いくらどこのコーナーいた時に、ロケマスさんがええもん持ってるなってあれなかったやん。あ、テントの中で、テントの中で。あれなかったら、
まあでもそうか、結果としてもあれでいいんか。あれなかったらもっと差がついてた可能性あるもんな。まあそうですね、結局ね。俺はあれで、あのロケマさんに切れたかったよ。確かに空気ちょっと悪くなったな。いや、ほんまに空気悪くなったよ。みんなちょっと、ヒカルさんもちょっとロケマさんバレるな、みたいな感じだって、うん。これがやるときはもうマジで本気でやらなあかんなと思ったら、うん、ボーリングとか目の前でやってる分には、一生懸命やるだけやからええねんけど、はい、相手がどのくらいやってるか分からんゲームって、ね、その人はこんなに本気でやんねん。そうだよ、名人とか多分行かれてるんだよ。見てみて、すごいな。名人行かれてるんでしょうけど、でも優しいですけどね。めっちゃ動くやん。めっちゃ動きますし、そこよ。小田圭さんと名人の体力やっぱいげつなくて、あ、そうやな。どんどん進んでっちゃうんですけど、もうちょっと僕らもほんとついてくるのでやっとくらいな。こっちはね、佐々木さんがカメラやってたりがあるから、はい、だからもうラフォーダンとかもう、もちろん走らなあかんねん。佐々木さんとかマジガチガチやから。ガチガチ。で、こっちみたいに僕がカメラしたらラホさんが走るふりしてる止まって、よほどカットとかないんだよ。ガチガチ。ヒカルさんいいんじゃないけど、最後の最後な。うん、俺とヒカルさんが誰かヒカルさんバイケンで、なんか誰かが金盗んでる時ぐらいは、俺分かれてて、俺戻ったらヒカルさんとか、ヒカルさん何してるんですか、探してくださいよ、みたいな。注意されて。はい、注意されて。そこからの佐々木さんで行ったと。うん、で、寺の方行って。寺の方行って、佐々木さん思いっきり足出して、水にガチってこけて、あの、からこけて、うわ、で、そこのデータ飛んだから、全部。マジっすか、マジ飛んだよ。ってるところから、俺の中継でずっと歩いてて、佐々木さんの二人ずーっとあるなことも言ってるんです、全部飛んだから、データ。すげえ。あ、ここから取り直して。あの時データじゃないねん、あそこ。佐々木さんじゃあめっちゃ頑張ってたんすね。これ言い訳やねんけど、ヒカルさんの方の、チャンネルのやり口としての、例えば、一番最初に俺は発想なかったのは、チーム分かれるっていう、チームの中で。それはなんか、取れ高的にどうなのかなってちょっと思えんかった、でも。あ、チーム、そうね、分かれてる。そう、佐々木さんと E さんで、一個のチームでカメラ分かれる。で、そっちはそれやってんやろ。やってました。なんやったら、カメラ入ってへんの名人も行ってんやろ、勝手に。あ、まあまあ、ありましたね、多少は。そうそうそう。それは、それガチやねん。それはやっていいのかどうか、正直分からなかったな。そうそう、カメラとかも回ってないとこで普通に行って。チームで動いた方がいいのかなと思ったから。ね、これはちょっとほんまに言い訳やな、ちゃんと。確かに、ね。そこまでやっていいんやっていう。まあ、言われたらそうやねんけどな、カメラ分かれれば別に撮れるわけやから。まあ、そうですね。まあでも、一人やとちょっときつない。トークが。きついでしょうね。ほんまに黙りますもんね、黙れば。なるよな。地味に無人島広いんですよ。うん、広い。いや、あれほんまに広いわ。結構歩くもん。何キロぐらいなの一周。結構でかいです。神社とかでも結構遠いもん。遠いっす。カメラで映り分からへんねんけど、勾配はやっぱこうあったよ。そうそうそう。ある、足ほんま獣道で。疲れますよね、もう。ほんまやばかった、あれは。でも寝てたんすね。寝てましたけど疲れましたね。次やったら、これでもかっていうぐらい本気でやるから、またその、ある意味そういう楽しみなんですけど、まあ無人島はやめたけど。無人島ちょっと。無人島はちょっときつかったかな。きつかった。あと季節の変わり目は絶対行かん方がいいです。マジで。暑いんか寒いか分からへん。どっかがあかんっていうの嫌。トーマさんが1日目にしたんですけど、それがもうほんまに綺麗に3色分かれてるじゃん。そんな人見たことないですよ。日本の中で3色で分かれてる。最後にさ、あの、誰あの、来てくださった方、あの、人気一番で。花尾さん。花尾さん。花尾さん来てくださったんですよ。で、最後僕らあの、だから打ち合いしたでしょ、はい、あの、サバイバルゲーム。そうそうそう。小田圭さんと、花尾さんが隠れてる場面、まあ見てないんだと思うけど、ほんまにその場面で打ち合わせる場面、俺どっかな。ガチやん。やってますね、それ。絶対踏んでるぞ。あった。ほんまにガチ、冗談みたいな。昼間見たら、俺こんな景色見るの、どっかやと。1回目に夜行ったんだから。帰ってきて旅館みたいでご飯食いましたっていうので終わりじゃないですか。その時に、あの、僕と、その、相馬さんと、名人と、徳馬さんと、5人で話したんですけど、相馬さんが、何回もしてるんですよ。僕と、相馬さんと、徳馬さんだけ3人で行った時も、してるんですけど、踏んでるんですよ、がっつり。自分の子。いや、それを言ったら、ラバさんに、とかに、その、テント入れてもらわれへんから、絶対言うとあかんってなってて、がっつりテントの中に、こう、足踏み入れてますから。あ、マジで。めっちゃ悪かった。すごかった。これはやばい。しかも、ちょっと踏むってことじゃない。がっつりやって、しかも、こべりついてた。こべりも。もう、ブーツの間とか、間に入ったら、あんまり。すごいわ。バレてなかったからよかった。バレてなかったから。これ今聞いたら言うんだけど、なんかその、臭いなって思っても自分かもしんないから下着もずっと一緒ですから言うの言わないですか。そうそうそう、言っていや奈緒さんから匂ってますって言われたらきついから言わんかったけど、確かにまあ言われてみれば体も臭かったからね、全体的にね。次はそのなんか無人島とかっていうか同じようにいくらでも激しいことはできんねんけど、トイレだけ欲しいな。みんなどうしたのか聞きたい。脳卒中じゃん。ロケマさんもしてないって言ってましたね。笹木さんもしてないって言ったら3日後もしてるんですよ、みんな。だからもともと出せへんでいい人は出せへんでいいでしょ、うん、普通の健康な人って1日1回か2回するでしょ。そうするね。それが3日止めるって結構無理。でもガチ止まったんや。
あ、僕はもう便意を催さなかったです、3日間。健康的な生活ちゃうもんな、まずな。そうそう。まあ、いいでしょ、読んでたらまずい。そもそもさんなんか絶対緩いから、もう笑ったら出るもんね、絶対。そうそうそう。確かに。そもそもさんもマジでめちゃくちゃやってたもん。最後にその、ヒカルさんがあのバーベキューしたじゃないですか、みんなで。はいはい、はい。僕らもちろんその正面ごとで佐々木さん回してた時に、ヒカルさんが、佐々木さんとイーザンにも食べてもらいたいんで、カメラ変わってもらってもいいですかって。ちゃんと気聞かせて、そのスタッフの方に言ってくれて、で、みんなで食べれたんです。あ、俺は支持したやつね。ヒカルさんが自発的に言ってた。ヒカルさん優しいのよ。ヒカルさんそういうこと言った方がいいで、今カメラ回ってるから。でもヒカルさんなんてマジの話だ。俺はそのエンド見てへんけど、もう最初から裏切るつもりの構成はあったんやもう。はい。あ、そうなんや。そうですよ。あ、一番最初から。カードを手にした時からやろ。俺もう、あの、お前ら立たせるからって言って、ちょっとしばしお別れになるけどですね。でもそれでラモさんがヒカルさんを撮る。とはならないですもんね。でも、まあ、誰とっても、まあ、誰が行っても必ず戻ってくる約束、まあ、楽しかったけどな、まあ、絶妙なルールでもあったけどな、楽しかったけど、金盗むところのイカルさんが一回金を置きました、うん、買ったからこそわーは言わんけど、形上も戻りましたうんぬんかんぬんってなった時の拾いましたっていう、まあ確かその通りやんけど、絶妙だからあれカードの効力結構うまく使ってる。言われてる間はどちらでものチームでもないんですよ、うん、ラマさんのチームでもあるしこっちのチームでもあるから、うん、ニュートラルなんでその間に置いてみたいな、うんうん、そうそうそう。ヒカルさんがだからその動画でも僕言いましたけど、2回聞いてんの前の日にヒカルさん9万円持ってるの覚えてんのちゃんと。あ、言ってた。お前それ言ってた。まあ、寄ってたから、あ、そうやね。あ、ヒカルさん寄ってはるんやーと思ったけど、にしても俺もこの距離でも最後堤防の上でも2人で座ってる時に言ったし、ええじゃんって言うからめっちゃ知らんこいから、なんかあの人が金庫あんのに戻んでええやんと思って。そうそうそう。結果、ああ、そういうことかと思ったけど、小田圭さんのあの、転覆めっちゃうまなかった。うまかった。俺それ見えてへんかったよ、俺。それはそうだね、ラボさんは見えてんのって、うん、マジでうまかった。あの人やってたんやってなって。だってホームめっちゃ広い、うん。それは勝たれへんわ。うん。やってたよ。あそこで負けないと、要はメンバー奪われないんで、わざと負けた。わざと負けた。一番賢いと思ったのは、ヒカルさんの3日間どうして。ヒカルさんたちが勝つが誰奪ったんですかって言ったら、スタッフ奪ってたって言ったのが賢いと思った。あ、言ってた。現金の分配なのか。そうそうそう、僕らにはないんで。まあ、その発想か。だから、行くところまで発想しちゃっていいやろね、うん、それこそ最初の悩みだし、あのもう動画出てると思うけど悪い意思を探してくるみたいな感じのこっちにおったよな、ヒカルさんのチームの時運転しとったよな、確か。はい、いましたいました。あの時やっぱ車が出てたのは、はい、悪い意思見つけてきたやつが勝ちっていう、はい、でやっぱりヒカルさんのチームと俺らのチーム分かるよ、はい、一番最初にいたのはその辺の意思拾ってきてキャラで研磨し してもらおうやってそれ、はい、あいいと思ったもんな。ありましたけど、でもまあ大人の力見せつけられるからね、いいですよね。どこまで発想の展開していいのかっていうのは俺らもあの光る色に染まらないとゲームも語れへんし、もっとより楽しむためにもそこまでやっていいんやとちょっとなれへん、それ聞いたら。あ、そうですね。お墓屋さん、石屋さんに持って行って確かに丸い上がりはピッカピカの大理石の、うん、あれ作ろうやって言い出して、あれこっちも魚以外の生き物みたいな売れたじゃないですか、はい、それでこっちのメンバーを売るっていう、あ、あったあった、人を売るっていうのもやった、はいはいはい、その発想すごいですね、あったあった、それも金になるから、そこもまあ危険じゃ危険、危険ですよね。それで言うて、もう言い出したら聞きたいんだけど、スタッフの人に今度まで戻って魚買ってきてもらうのもいつも OK だよっていうことになれば一応、まあ、スタッフの人が OK 出せばね、何かしらで OK 出せばやりかねえよね、ヒカルさんから。楽しかったですよね、何度も良かったですけど、最後もご飯美味しかったし、ちゃんと風呂入ってね、うん、僕らが顔出せないんで、ヒカルさんとか気使って、うん、もう疲れてるからみんなで普通にご飯だけ楽しんでみたいな。あいつの気も使うとったんだ、腹が減ってそうでしたヒカルさんめっちゃ腹減ってた。面白かった、そんなにいい経験できたわ。もっといろいろ次やるときは準備できるし楽しめる自信あるけどね。で、勉強になったら、あの海岸沿いのテント張ったらあかんねやって勉強になったわ。そうっすね、なんか普通にやりがちっすけどね。の勉強になったわ。これほんまに夏やったらあれでいいんやろ。だからそうだよな、虫の関係と暑くないどうのこうの関係やし、うんうん、ラファさん動いてた方やと思いますよ、正直。俺らみんなそうやんな。あ、ラファさん動いてた。でもそれ以上にだから名人とか動いてたことやろ。え、ぶっちゃけここだけの話ですけど、トーマさんがマジで体力ないっす。トーマさんほんまにしんどそうやった。ほんまに止まってたもん。あとはあの、六夏さんが、何拾いましょう、これ拾いましょう、木拾いましょう、カンブしましょう、言うときに、これは、行きますかって言うんだけど、そんなに拾えへん。六夏さん、そんなに拾えへん。六夏さんえと思ったけど、変とかいろいろやってくれるし。まあ、そうですね。それはそれ俺の担当やったりするわけで。はいはいはい。トーマさんが笑い担当やったりするわけで。そうですね。そうです。枝とか拾っていいんだよ、そんなに。えみたいな、はいはい。びっくりしたわ、ほんまに。健
体を見れたから、そのいいところも悪いところも見えたね。いろんな意味でね。悪いところもいい意味で見えたから。確かにそうです。最初から裏切るつもりでおったんか、あれすごかったな、ほんまに。伊勢本としてはめちゃめちゃ良かったですね。買ったらほんま綺麗やったな、それで。うん、金を管理しようとか良かったんじゃん。運営だ。はいはいはい。早く。あ、もう一日終わりでね。あんだけ差があるって多分思ってんかったボケやろ。うん、多分そうだと思う。だって俺ら最初手招いていった時さ、10万、20万、30万、40万、手招いた時、これを超えてくると思ったの。えと思って。はいはい。確かに。あれでも俺ら100万以上だったわけやから。はい。俺は何でもまあ、でも結構負けんねやろなとちょっと思ってたから、どっかで。ああ。これ超えてくるんや、こいつらと思って。そこがガチっすよね。あれ、ヒカルさんの方が絶対勝つ流れっすもんね、あの感じ。そう、ある意味な。そう、そうやねん。そうやねん。だからこそガチやもんな。そう、だからこそガチよ。ヒカルさんが向こう行って、ヒカルさんの方勝つっていうパターンやけど、うん、えってなりましたもんね。でも俺ちょっと言わしてもらうと、これ動画で言ったかどうか、素材飛んでる可能性あるからあれやけど、最後ね、小田家さんと、これ勝負して、はい、で、まず一発目小田家さんをサバゲーで、アウトにして、はい、それが花尾さん。花尾さん行った時は、俺わざと風船1個だけあって、わざとずーっともう1個当てへんかったから。何ですか？その間ずっと受けます、拾ってもらってるの。あー、そういうことですね。そうだって、で、動かれへんように、痛いし、当たったら、木の後ろにずーっと隠れ、そっから一切動かせんように、一定のリズムでずっと動く。拾ったかどうのこうのっていうやり取りの時に、まあ、いい時間かなっていうことで、一応最後はって。あれでだって10万ぐらい稼いだんですよ、俺ら。お前よかったですね、あの子はね。面白かった。あの子さんとかも、やっぱ賢いから、相当謎解き解いてたらしいですね。ああ。めちゃくちゃ解いてました。もともとそういうキャラの位置づけの人から。クイズノックさんとかの仲いいみたいな感じですか、うん、クイズノックさんが出てくる前、多分 YouTuber の中で一番頭いいキャラだったから。キャラですね。めちゃくちゃ賢いと思うわ。だからそのボートの登場の仕方だけは出さなかった。賢いやつの登場の仕方やったまで。あとはその、一回揉めたじゃないですか。人参に変えられるくだりで。はいはいはい。海岸沿いでね、相馬さんがめっちゃおもろかったんですけど、その後、花尾さんが。はい、そうそうそう。王の話を調べたとき、みんなやっぱシーンとなってましたもん。申し訳ない。花輪さん見れたら申し訳ないですけど。でも、賢いよな。そうそうそう。政治家っぽいな。そうそうそう。言ってることは確かに、まとえてるし、あれ。哲学っぽいところも入ってるし。哲学っぽい。だって俺もシーンとなったけど、はい、もし仮に将来俺の娘生まれるんやったら、はい、一応旦那さんはああいう人になりますよ。シーンとはしたな。シーンとはしたけど、旦那さんああいう人になってほしい。まあ、いいんじゃないですか。お前、なんも記憶ないんかい。全くないですよ、ほぼね。いや、しんどかった。いや、しんどいですし、僕結構やっぱりその人見知りですし、イーさんもいない、ラバさんもいない、ヒカルさんって優しいの僕に構ってくれるんですけど、ヒカルさんもいなくなったら、僕結構孤独だったんですよ。残り2人が回す方じゃないしな。そうですそうです。体調悪いじゃないですか。でもお前の管理の問題。それは、まあ、きついかな。そうそう、きつい普通に。向こうもヒカルさんいなくてどうしようってなってるもんな、その名人とか、小田圭さんとかも必死でやるから。あれ、ほんまに最後迷ったわ。ヒカルさん取るのか、名人さん取るのか。あそこヒカルさん取るとかちょっともうガチというかあれですよね。そこも含めて次から気をつけるけど、それだけ気にして、うん、取ったらあかんのかなってずっとあって俺の中で、はいはいはい、ギリギリまでだから相馬さんとかに、ね、そうそうどうすん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 の言っていい、それだけの意味でもいいんですねっていうので、はい、ええんちゃうって言うから取ったけど、ほんまやったらちょっときついよなって。あれでも多分ヒカルさん取ってなかったら負けてたっすね。ワンチャンヒカルさんなんだってもっと向こうでヒカルさんが頑張るわけじゃないですか、うんうん、確かになんか負けてた気がする。まあまあ確かにそれはあるかもしれんな。ヒカルさんがだって変な意思を恐竜卵とか言ってめっちゃ打ったわけでしょ。俺がそれで何万か打ってそうさすが結果30万の差でも生まれなかったんですよな。どこであんだけの額が開いたのか、うん、動画見俺も楽しみ。確かに動画楽しみですね。いくらなんでも30万の差はちょっと、あれ編集大変っすよほんま。確かにめっちゃだって1日終わりで集計しないね。あれはエグいやろな。全員に GoPro つけたらうんがんさもっといいもの取れるかもしれないけどもっと大変やしな、うん、あれ言ってなかったら無理。まず島のどこで撮ってるのかも分かりない。ああ、そうそうそう。編集マンがあそこに俺ら無理やわ。そこはほんまに無理っすよ。ディレクターみたいなのいないと。ほんと、あんだけ素材あるともう、こう、回すたびに、時間とか日付言った方がいい。言わないと、何日目かの何かが分かるんだけど、全然。だから、映画のあれと一緒やん。この、これと最初の。そうそうそう。あれ全部書いてるな。そう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 。何ないとあかんわ。じゃあほんまに分かれへんと思う。だって2カメとか使ってたら2カメがこれ何日まで何なのか分かんないじゃん。そうなの、文ちゃんの編集もどうなるの。アイスさんとかが組んだやつを投げると思うんですけど。確かにそうやな、うん、まあ、ちょっとやりたいけどな、あんな俺らも言うて、トモやら鈴木やらガロンやらってことで、うん、まあね。ほんで多分これ配信してる頃にはもう一人入ってるわけでしょ。はい、ああ、ね、いいですね、全員でね、うん、って考えただけでももう7人おるもんな。本当緊張がまだ一切反応しなかったんですけど、カメラ回って最後に、ガロンが今唯一反応しました。感情持ちだって言ったよ。お前と XL は感情持ちだって言ったよ。なんかやりたいよな。うん、まあ、そうです。勝負ごと賞金やら何やらでもいいねんけど。チーム分かれてね。できるっすよね。
んだけ聞いたら何がおもろいんやろ。でもラファさんそっち系得意でしょ、ぶっちゃけサバゲーもそうやし、我慢すればいいっていうのは得意かもしれない。結構するようなバランスいいやつだよ ね、 ね。だからあのサバゲーのゲームもそうやし、風船の説もそうやし、得意っちゃ得意やもんな。ヤマさん謎解きだけマジでゼロ本でしたから、ね、びっくりしたよ。マスターとかみんな引いてた。得意得意やるよ。もうそこの回路はもう停止したんで、そこで糖分使うのやめようと思って。糖分がね限られてますからね、ほんまに食べれへんから。しかもああいうのはああいうの得意やねんけど、俺が全く得意じゃないああいうジャンルというか、文字とかもね。だからラファさん字読めへんから。そう、だって何書いてもわからんねんから問題読まれへんねんから。まず俺が一番苦手な問題のクイズノックさんの作る系のやつ、ちゃんとほんまに大学とかやってる IQ 高い人じゃなくて解かれへんけどやつやろ。そんまさんも賢いもんな。そんまさんも今日賢かった。問題あるなんか一個で出てない。お前頭ええやん。出しゃばれる人だ。あ、もう出しゃばってなかったですね。てかなんかあんまりそのこっちアシスタントじゃないですか。まあそうね、なんか知恵は使っていいけど体はサポートしない。まあ一応そういう、そう、一応そういうルールもあるよ、ほんまに言うと。ああ、なるほど。サポートしなあかんねんから。そうそうそう、俺らそれちゃんとやってたよな。ラボさんもめっちゃ動いてたな。俺らまたみんなでなんか対決はしたいよね。うん、で、でも一生忘れへんやろな、あの無人島は。正直、あれが辛すぎて、僕もうなんか今日いろいろ頑張りそうですね。ベンジャーから帰ってきたと同じことよ。わかるよ。不自由でもう帰ってきてベッドで寝た瞬間よね。幸せやった、あれは。好きなもんコンビニとか売ってんだよ。今のさ、俺かなと思ってさ、自衛隊体験入隊だろ。俺はそれをやるから、XOXO みたいな発想があるわけやん。もうこれ以上しんどくないっていうのは、4年間やったわけやん。ジェラ体験入隊でカメラどうなの？ブリブリブリ。ゲロなんてゲロない。ゲロ吐くねんから。吐くねん。吐くねん。すごいっすよね、あれね。ちょっとやれへん。誰も行きたいんですか？ズボン上げながら走ってるのはなんか面白いです。俺は最後、軍曹みたいなね、あの、まあ、何々層っていう体験なんですけど、そこ行くまでの過程では俺も辞めたからいいんだけど、一応そこの一番最初の試験で、実弾飛んでくるところずっとくぐるとかってやるから、自衛隊は。すごいね、結構。そういう訓練があるんです。そっから初めて、社員っていう扱い。いい経験できるんだよ、ほんまに。うん、確かにそうなんです。自衛隊潜入ちょっとマジおもろない。潜入した人に対しては結構厳しいじゃないですか。まあ、俺やったことは分からへんけど、その潜入の。絶対そうよ。何かで負けたら潜入とかね。それから始めた時みたいに、1年間何かで、1年間腹筋しますとか、1年間スーツですとか、何かあってもよくない、俺ら。ちょっと決めたいと思う。負けたやつ、自衛隊潜入とか。俺は結構 NG やるな。ややこしいね。フード取れたらあかん。そうそうそう。考えたらあかん。結局そうね。意外と俺なんかまだ動きやすい。ラモさん意外と動きやすいですね。なんか考えやがるな、これな。ほんまにこの格好。夜はもう、本当に無力っすね。じゃあこれマジで何見えんだと思う。あの下とかもう、つまずきかけたよ、そんな向かいも。ナイトビジョンゴーグル買ったけばよかったな。ホーム隠れるし。もう昼間みたいに見えるから。1個100万ぐらいするけど。データで使ってましたから。めちゃくちゃもう真っ暗な北海道のところでもう、100メートルぐらい先ほど綺麗に見える。全部緑やからな。白黒の緑バー。あ、緑な。でもすごい。でもすごい。すごいすごい。それ買おうか。でも隠れるわけです。隠れる。ということでね、今回まあほんまにあの YouTube 通してね、マジで勉強になったというか、より一層あの皆さんと仲良くなれたから、まあ本当にありがたかったんですけど、無人島はもう次は勘弁してくれっていう。それさまあね、一回ぐらいな。俺豚無視した。あれ、さらに言うと、入り、立ち上がってる無視した。運転手も機嫌無視だった、あれ。全然機嫌無視だった。無視だった。体力あんなの、あの人、ほんまに。北川さん、ものづくりに関しては、やっぱり、そこの、やっぱ、すごいっすよね。そうそう。撮影に対する意識、やっぱ、人一倍だったもんな。初めて光さん、後ろからこういうとこ頭叩いたから、ね、ちょっとあったよな、それが。ちょっと分からんでもないっすね。ほんまにこの人、エッセーな。精神的に追い詰められたな。ということで、はい、あの動画見てない方はいろんなネタバレになっちゃった部分もあると思うんですけど、逆に言うとこれをあのまた聞いた上でまた2回目3回見直してもらったら確かに結構面白いんじゃないですか。確かに、あ、多分7本ぐらいにするって言ったもんね。だからラモさんとかサバゲーやった時は子供言ってるんですよ。あげれよ。実はうんともしてたんですが、なんであんなにすぐに俺が最後相手を仕留めることをせんかったかと、いろいろそういうことですから。おー、いいですね。そうそうそう。何でもないよ。楽しみですね。ありがとうございました。